こんじり好きです。私運動音痴の人好きじゃないんだ。じゃね。ということで来週は体力テストだ。体力テストといってもいろいろあるけどな。先生はな、長座改善運動。去年は散々な結果だったからな。キータくん運動神経良くて本当にかっこいい。ヤネスケ、今回は失神しないようにね。キータってバカなくせに運動神経はいいよな。運動神経がいい方が女の子にはモテるんだぞ。今回は全種目で勝ってやる。体力テストどうしようかな。ヤネちゃん、私がトレーニング教えてあげるわ。さあ、ついてきなさい。朝、もういいよ。あら、いつの間にこんな時間が経ってたのね。どうしたらそんなに走り続けられるの。目を閉じて自分の心臓の音に集中すると、ただ不思議、無限に走れちゃう気分になるの。そんなの異次元すぎて参考になんないよ。失礼します。はい。こいつがターゲットのお色気ナース。今日はどうしたの。頭が痛くて。それじゃあお熱測ろっか。待っててね。あれ、どこだろう。おかしいな。これで終わりだ。あった。こんなところにあったわ。めっちゃキモスケ。わかってる、おしんでしょ。つややかなこの唇、やわな男たち引き寄せる、息を飲むほどに甘い蜜。落ち着け、お母さんの顔を思い出すんだ。何を期待してるの。そのうちじゃなくて今すぐがいいの。大人の恋に焦がれて、うぶな気持ちのまま子供ぶる。子供ぶってたけど本当は大人なんだぜ。お色気ナースの抹殺に成功しました。よくやった。これだけ？これだけってご恩の約束だろ。これ欲しくないの？お、欲しい！プラス3パー！少ない！5パー！少ない！10パー！よし！パー！いい！ウィー！ちょっと待って。次のだけは？ウィー！あっちだ！ウィー！ウィー！失礼します。君は嘘つきだ。だけどな、筋肉は嘘をつかない。ほら、トレーニングだ、トレーニング。いけ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 、やるわよ。
マッチョやねすけ筋肉の急成長だ。うおーうわーマジだみんなのお前はなんだよ急成長だよ。おープロテインタイムだ。うわーうわーマッチョ今日から日本マッチョブラザーズの一員だ。シェイク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 カンパーイ。チャージで毒を入れておいたんだ。筋肉が悲鳴を上げている。お前らきついっていうのは筋肉が喜んでる証拠だぞ。マッチョブラザーズの抹殺に成功しました。ナイスマッチョだったぞ。よいしょ。てかもっと強いターゲットいないの？次のターゲットは手強いぞ。お母さん？うちの子供ったら何考えてるか分かんないから勉強しないと。嘘をついた時の顔の特徴。瞬きの回数が多くなる。口だけで笑う。目が泳ぐ。なるほどね。勉強になるわ。ただい。うわ、なんだよ。ヤネちゃん、私に隠し事してるでしょ。そんなのないよ。正直に言えば許してあげるわ。もしかして殺し屋の活動がバレたのか。瞬きの回数も増えてないし口角も上がってない。隠し事はなさそうね。様子見で別の隠し事を言ってみよう。実はお母さんの大事なハーゲンダッツを食べちゃいました。あとスノーマンのライブチケットの転売もしたし、ゲームは1日1時間じゃなくて5時間やってるし、トイレは立ってしてるし。あんたふざけんじゃないわよ。作ろうかしら。朝ごはん。今日も埋めてよかったわ。あれ、つかないわ。仕方ないわね。うん、できたわ。ほら起きてやるちゃん、朝ごはんできたわ。そろそろそろ洗濯洗濯よいしょ。うわ、うん、乾いた乾いた。そうそう、月曜日はお休みの日だわ。回覧板も出さなきゃ。よし、今日も一日頑張るぞ。ルンルンルン。腕相撲に勝ったら商品無料？挑戦してみよう。いらっしゃせ。このチラシ見てきたんですけど。あら奥さん、怪我しても責任取れないよ。一回やりましょう。レディーファン。1秒で決める。うわあ、あれ全く動かねえ。ねえ見て見て、これ私の可愛い息子。なんで笑ってやがるんだ。うわあれ？手が弾まったの？
ごめん、早く終わらせるね。ガーうわー、あ、ごめんなさい、1割だったつもりなのに。バケモンだ。どう、似合う？また来るわね。もう二度と来ないでください。お腹が空いたわね。あ、お肉は高いし、うん、一狩り行こう。なかなかいい筋肉してるじゃない。美味しくいただくわ。うわー、ファイヤーカルパッチ。こんがり焼けました。お金ないし仕事しようかしら。うわお金、お金あった。お金、お金、お金。こんなところで一体何をするんだ。金の匂いがする。それ以上近づいたら切るぞ。どこだ、そこか。何、どこだ、どこにいるんだ。これで家賃払えるわ。窃盗の罪で細神キークを逮捕する。望むところよ。行くぞ。ちょっと待て。所長細神キーコ、君は素晴らしい身体能力を持っている。その力を正義に使いなさい。はあ？君は警察官になりなさい。今日から細神キーコを警察官として任命する。おい、俺はお前を認めてないからな。でも私警察官なんてやりたくないわよ。はあ、お前何言ってんだよ。それじゃあ逮捕になるな。君には刑がついてるんだから運が良かったと思う。そうだそうだ。110番、人質を取った犯人が立てこもりをしている模様、至急捜査へ向かうように。早速仕事だ、行くぞ新人。俺は経営に失敗してこのざまだよ。金をよこせ。俺に任せろ。おい、次はないと思え。くっそ、銃も効かない。これじゃ中にも入れないじゃないか。え？おい女、何しに来た。お前も人質になりに来たか。これで仕事は終わりね。犯人を勇敢に捕まえた細神恵子を表彰する。照れてはね。お金だちょう。いただきます。今日の食事は豪華だね。逮捕するとお金がもらえるのよ。何でも好きなもの買ってあげられるわね。最高じゃ。お母さん頑張って。もちろんロンです。よし、二人は今日はパトロールに。承知しました。はい。いいか、パトロールで必要なことは人を見た目で判断しないことだ。ただ優秀な警察官は雰囲気や空気で察知。止まって。すいませんね、見た目で判断するのは良くないって。おい、マッチョ警部、
おい、そいつ指名手配犯だぞ。よく捕まえたな。遅神キーコ、よくやったじゃないか。ありがとうございます。決闘罪で逮捕よ。お金がもらえるわ。来た来た。すいませんでした。仲良くしましょう。まあまあ、そういうことだったらこちらも。職務質問でボディタッチよ。あんたちょっと来なさい。はあ。あんたがやったんでしょ。何のことですか。この前の殺人事件よ。それ誰ですか。私女だし関係ないですよ。あんたがやったことにしなさい。さもなくば。うわぁ、認めるまで命だけは許してください。はい、それでよし。いやよくやった、短期間でこれだけの犯人を捕まえるのすごい。うちの署の評価も爆上がりだ。遅神キーコを警部補に昇進させる。拍手。ありがとうございます。次はお外で鬼ごっこします。捕まえるぞ。どこかな。あ、いた。ちょっと、あ、いた。はい、行っちゃった。さあ、どこかな。あ、いた。うんち臭すぎ。時間だわ。あれ、一人足りないわよ。あ、ちょっとどこ行くの。待て。大丈夫。じゃあ、あとは生徒をよろしくお願いします。はい、わかりました。イケメン先生じゃないの。はい、じゃあ今日はデブリ返しの練習していきます。はい、はい、頑張れ。はい、いいね。はい、いいよ、上手上手。はい、頑張れ。あ、いいよ、頑張れ頑張れ。何してるんですか。あら、ナイスバディ。事故だけどごめんなさい。給食の時間ですよ。いただきます。ちょっとちゃんと食べて。はい。あそれじゃあ幼稚園終わりです。お父さんお母さんと一緒に帰ってね。さよなら。ママ、この先生怪我させてくる実万来一大嫌い。ゴーン。
まあちょっとひどいんじゃないの。もう向いてないと思うからやめてくれませんかしら。すいません。行くぞマスよ。幼児たちは何考えてるか全くわからないし、嫌いとか言われるし、本当に辛いわ。幼稚園の先生に必要なのは観察力なんだよ。幼児たちの様子をよく見て、退屈そうにしてたらやり方を変えたり、危ないことをしそうだったら自然に止めたりするんだ。そうやって幼児たちの仲を深めていくんだよ。もう嫌、このスイーツ食べて忘れる。それ私のだから、私のスイーツだから。ケチね、よこしなさいよ。私のスイーツ。まずは観察観察。退屈してるのね。そしたらモノマネゲームします。ウスゴリラ。じゃあみんなウスゴリラ動物園するわよ。子供たちをしっかり観察し、彼らに寄り添うことで仲を深めていく。園長先生の言葉の意味が分かったような気がしました。危ないことをしようとしたら自然に止めてあげる、それも先生の役目です。どこ行こうとしてんの。大丈夫。はい、給食です。いただきます。いただきます。生卵嫌い。しょうがないわね。はい、目玉焼き。やったー、ありがとう。ほら、もうまだ食べてない。じゃあ行くわよ。よく食べれました。よろしくお願いします。はい。イケメンだけど我慢よ。抑えないと幼児のためにならないわ。うわー、髪が。あー、よし、これで大丈夫。みんな楽しんでね。今日の幼稚園終わりです。さようなら。さようなら。それじゃあね。あなた、昨日やめてって言ったわよね。いつまで先生をやってるざます。ママ、キーコ先生は面白くて楽しい先生だよ。え、また遊んでね、キーコ先生。ちょっとあなた、キーコ先生、いつもの高い高いやって。高い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 。ハッピー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 みんなで
make a good ride 洗濯物みたいなワイナー張って何何息子で一儲けお小遣いはなしのバッグなハーデス今日も世界一